方の数多の皆さんです。数多は今年のテーマは北海道の名付け親、謎めく蝦夷地にただ一人真実を記録し続けた冒険家松浦武四郎、時代が隠した数多くの筆跡と彼の足跡に込められた情熱を多彩な芸でこの現代に語り継いでいます。それではお願いいたします。数多の皆さんです。どうぞ。200年の時、印巡り、水星渡つ国、うなずこ沈む我が印、幕末の雄豪、一目置く多才松浦武四郎、伊勢の国から北の国、旅の足跡、蝦夷国占める、いざ風かき分けて日本海、目指す知床、見渡す限りの、いらんからずとようこそ蝦夷地。善と生きるおといでつく、わしらは互いをカイラーと呼ぶ、カイトはここで生まれたもの、カイトはここで生まれたもの、目なしの傷跡うずく、きしむ怒りが蝦夷にあったんだ。さあさあ、絶滅の道を渡す時に探る口、こだまする熱声、の中で彼らの声は届かなかった。どうか未来では双方互いに認め合える会の道を歩んでほしい。たくさんのお客様、温かい声援をたくさんいただきまして本当にありがとうございました。